4月1日から毎日朝晩会員の皆様にお届けしています。朝刊原田先生、夕刊原田先生はいかがでしょうか。コメント欄ももちろん皆様の嬉しい取り組み報告を多数いただいております。そしてなんと先生、開始の3週間でチャンネル登録数が700名を突破しました。本当にありがとうございます。皆さんのおかげだと思っています。もう私自身も見させていただいて、もう先生のエネルギーがこう前面に出ていてですね、嬉しいわ。すごい元気いただく、たった3分5分くらいなんですけどもね、すごく元気いただいています。先生 YouTuber デビューということで実際皆様ご家族とかお友達とかいろんな方から反響があると思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。コロナがある前から、今年は挑戦っていう日本人を置く年にしようと思ってたんです、おっしゃってました、8月に60歳、まあ、世間的には還暦なんて迎えてしまうので、はい、それで普通は人生終わりなさいよっていうものですけど、そうじゃないし、僕の場合はここから東京オリンピックもあるし加速度上げたろうと思ってましたので、だからコロナがあったからの朝刊夕刊じゃなしに、もうこれは、やるぞって決めてたんですね。その時にはこのコロナの状況と、運よく勝ち合ってしまったと。その中で、何ができるかなと、やっぱりストロークやる気元気を与えるということしかできないし、はい、習慣として朝1夕方1っていうので、ちょうど入り口と出口をしっかり私どもがやる気元気でマネジメントできたら、こんな最高なことないじゃないですか。それで、勇気を出して発刊させていただいたということですね。嬉しいことに、っていうような人から連絡来ます。そうなんですか。例えば、行方不明になっていた音信不通の教え子とか。すごい。YouTube すごい、やっぱり教え子が家族で聞いてるって多いんですよ。はい、そうなんですか、そう。嬉しいですね。それからもう教師塾、やっぱり先生方が聞いて、面白い学校は、長官のクレドを、職員室に掲示してるそうです。すごいすごい活用されてますね。もうここまでいったら変態ですよね。いいですね。これで、クラスには、僕の長官夕刊を見ながら、その担任の先生流の、自分のクレドっていうことで、クレド同じやねんけども、子ども向けに配信してる。言葉すごい。あ、警察官からもらいました。警察官、消防士から、はい、雪出る言うて。だからもう本当に、はい、もう自分の人生君が人に喜んでいただいて勇気を与えたら最高と思ってたんで、まあ、1年間やりますけども挑戦してよかったなと思います。はい、そうですね、はい、皆さん本当に可愛がっていただいてありがとうございます。もう感謝しておりますので、ね、ますます求められていくなっていう感じがしますよね。はいはい、頑張りますのでぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。また本当に毎日見てくださっている川崎市の勝ヶ谷駅前のおもちゃトナカイさん、そして尾形さんからですね、毎日 YouTube へのコメントをいただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、本当にたくさんの方からのお礼のメッセージなども本当に勇気をいただいておりますよね。また長官原田先生では公式の Facebook ページもございます。 Facebook ご利用の方はぜひいいねとコメントをお待ちしております。いただいたコメントを集めて新しい企画や緊急の場合はまた号外原田先生っていうのにもチャレンジしようと思っておりますので、ご期待ください。よろしくお願いいたします。YouTube 開始から長官原田先生とセットで配信している夕刊原田先生は4月いっぱい無料配信とさせていただいておりましたけれども、安倍首相から緊急事態宣言が全国に発令されたこともあり、自宅待機の方々がさらに増えるかと思います。そこで原田先生も皆様と一緒に元気に毎日を過ごしたいという思いもあり、夕刊原田先生のお届けを5月いっぱいまで延長させていただきます。詳しくは終了日が近づきましたらまたご連絡をさせていただきます。月刊原田レター、夕刊原田先生、今後の特別企画など配信希望の方は毎日配信されるメールの中にある URL よりご登録をよろしくお願いいたします。最後に朝刊、夕刊、週刊、月刊とお届けする動画が増えてきましたので、再度整理をさせていただきます。まず朝刊はその日の一日を皆様にとって良き一日にするために、原田先生から毎朝朝7時にクレドをお届けします。
そして入管ですが、入管は長官で主張したクレドを実践しやすくするために原田先生の実体験などをもとに事例ややり方をお伝えしています。週刊はその週のクレドの総まとめを連続動画で見ていただきます。月曜日からの活力にしてください。月刊原田レターは2018年の音源のお届けサービスから現在は動画でお届けサービスに変わっておりますが、世の中のニュースなどを教育的な視点で原田隆が鋭くメスを入れて皆様に考え方や生き方をお伝えする番組です。ぜひ合わせてご視聴いただけると嬉しいです。皆様にお会いできるのも私は月刊の方でお待ちしております。ありがとうございました。